こんばんは、あきらです。さあ始まりました、はい、東京妄想局。ちょっと私のが前だ。それそんな気にする？OK。 はい、この番組はですね、生放送でございます。ニコニコチャンネル、ユーストリームにも流れていて、世界中に放送されています。ニコニコチャンネルの書き込みも待っております。はい、噛んだね。噛んだんですよ。はい、はい、そうで、ファッションチェック、今日若ちゃんがお休みなのでね。あ、そうだね。はい、ファッションチェックの方で頑張ってみる。大丈夫。じゃあファッションチェックいっていいの？何？こう見ると激しくモサいね、私。こんなことをして来れば、は？こんなことをして来ればよかった。来れば。どういうこと？あれじゃない、あの過去にこういうことしとけばよかったなってこと？うん。あー、これやっとけばよかったなと思うこと？うん。ある？あるある。何？私バレエ。あ、違う。バレエ？バレエ？どっち？バレエか。踊る方のバレエをなんかね、多分ね2ヶ月ぐらいはやったんだけど、なんかね、親友がずっと、幼なじみがずっとやってて、でそのお稽古に一緒に行ってて、まあ半分遊びなんだけど、私はその子はすごい真剣に踊ってるんだけど、私はもう体がすでに硬かったの、子供の時に。だからずっと柔軟をやらされてて、でその時点で飽きて2ヶ月ぐらいでやめちゃったから、もうちょっと続けてれば、ほら、あのスラーっとした長い足にね、そうね、なったのかなって。なんか世代的にバレエ教室って流行ってたのかな。流行ってた。うちも幼なじみが3人、うん、女子、うん、うちとあと2人女子がいて、うん、まあ、3人でバレエ教室に通おうってことになって、うんうんうん、行って2人は体が柔らかくて受かったのに、体が硬すぎて落ちたの、うん、あ、落ちるとかあるんだ。あるのあるの。あ、じゃあそれはあれだね、あのいいとこだね、うん、そうそうそう。私知り合いの人がもう先生だったから、そうそう、いまだに体硬いもんね。ね、あの撮影で無茶なポーズさせられた時きつくない？そう、結構ね体力勝負なんだよ、モデルが。そう、なんかこういうさ、こうなって何かに捕まってるポーズのままキープとかあって、腹筋背筋が火を吹くよね。すごい。足そんな方向に曲がらないよ普通の人間っていうポーズとかあるからね。そう、折れてる方向に曲げたりとか、次の日にね筋肉痛が来るだけまだいない。ケツをさ浮かしたまんまにしてとか言われる時が一番辛い。そう、座ってんのね。なんかマリオネットの動きでキープとか。結構ねあれはね、結構ね柔らかい方が得することは多い、うん、得するね。やっとけばよかった。よし、次行こう。はい、スタート。ストップ2。パワースポット。パワースポット。やっぱりざっくりしてるよね今日の質問。そうだね。単語だもんね。パワースポットがどうした？パワースポットか。待ってね待ってね、思い出すから。あ、姉と行くディズニーランド。なんかね、姉と笑うツボがすごい一緒で、なんかさ、すんごいくだらないとこで笑うの。人が全然目に留めないような、このビーバーの置物の動きを見てよお姉ちゃん、あはははははみたいな。で二人でいるとすんごい楽しくて、でまあ年一絶対姉の誕生日に一緒に行くから、それがすごい元気のもとですね。パワースポット？パワースポットなのかわかんないけど、うん、そうだね、元気のもとね、力が湧いてくるもとね。なんか頭悪いの、うちの姉妹。でもお姉ちゃんと仲いいよね。仲いい。二人だけで旅行に行ったりよくするから、うん、仲悪いよねそっち。仲悪いね。あ、悪くはわかんないけど、よくは、まあ、系統が違うからね、うん、そんなベタベタした付き合いじゃないよね。
ベタベタもしないし関わらないね、うん、うちはあんまり妹って感じがしないもん。あのよく来てくれるライブとかで会うファンの子の方がよっぽど妹って感じがする全然自分の妹は妹感がない。うん、なんか上から目線だしね。そう、8割上から言われるね、うん、レポートやってほしい時だけ下から入ってくる子でも妹そんなものだ、うん、そうだね、うん、私もね頼み事ある時しかねお姉ちゃんって呼ばないねえねえ下の方がうまいんだよねそういうの。そう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 。でもうちは騙されない。どんなに下から来てもあいつの方が身長高いから上からなんだよあそうなんだ。身長はうちより高いわ。うちの妹いくつ ?171 とか2度ぐらいあるんじゃない。普通に余裕で横に並ぶとうちの方が全然ちっちゃい。へえ。そっか、それは姉妹って言われないね。そう、うん、うちねお姉ちゃん152とかしかない。ちっちゃいな。そう、やっぱ妹の方がね姉が子宮を広げてくれるから伸び伸びと、そう伸び伸びとでっかくなれるんだね。そういう問題で、そうだよね、結構妹の方が大きい率高くない。あそうなんだ。うん、そうだからいつもお姉ちゃんは私に負けたくなくって、もうねあのなんだろう、いやあのさ軽井沢とかさそういう避暑地とかで結構駆け回る系の遊びする時も厚底で来るのこんななんか10センチヒールとかで来るの負けたくないらしい。いや負けたくない、その気持ちはすっごいよくわかる、うん、あそうなんだ。俺も厚底で行くけど向こうピンヒールで来るから、うん、そうか、叶わないんだよね。あそうだね。だ身長180ぐらいある女2人が歩いてる光景ってすごい綺麗だけどなんかみたいな迫力あるよ、ね、お父さん180以上あるからさ、185とか。ママだけちっちゃい。そうママだけ153センチでぺったんこくってたからフリフリしてるしね。そうそうフリフリしてるし。あ今日ママの誕生日なんだよ。あママにヌーボー何かじゃあ私も気持ちでいいかな、うん、おめでとうって言ってあげて。はい、えここに、うん、見てるママ見てんじゃない。わあ、いつもあきらちゃんがお世話になってます。あきらちゃんあきらちゃんがお世話になってます分かんなくなってきたおめでとうございます。真面目になっちゃうもうなんかねあきらちゃんを産んでくれてありがとうって言おうとしたんだけどそれあきらちゃんの誕生日。そうだねじゃあきらちゃんを産むために生まれてきてくださってありがとうございますそれまたばあちゃんとかの誕生日の時やらなきゃいけない永遠とね。はい、あもう始まってるんですかね、これね。もうこれ始まってるんですかね。これもう始まって、始まってます。もう少し見させていただきましょうか。何？早く。これ何？これ何？はい、分かった人。たぶんね、一番最初が分かる。そう、マイク立ってやってよっこしょ。分かった？分かった。すごい簡単だよ。はい、答えサイクリング。別の名で別の名ではい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 マイクあ、違うな。メガネの子？どこに？ピンポーン！はい、自転車でした。なんでわかんないかな。難しいな。うん、あのさ、ママチャリのさ、カッてあげるやつ、ストッパーあげてる。でしょ？細かいでしょ？じゃあこのムーンライトをどうぞ。でっかいけど。聞いた？なんかケラで歌うってケラドクモで、すごい私の部分はねすごい音量絞られてる感じ。どんまいです。すごい元気に歌ってきた。本当に？見たい。もう終わったのレコーディングが。何分ぐらいかかった？5分。なんかね
ね、2時間取られてて、もう30分ぐらいで終わっちゃって、なんかどこ直しますかねみたいな、あ、どっか気になるとこありますかって聞かれて、あ、特にないです、いいですって多分あんま聞こえないと思うんでいいですって返ってきて、大丈夫だよね、今はね、機械の力が発達してた。そうそうそう、ね、なんか私の代わりにミクが歌っていいんじゃないかって思うぐらい、初音、初音さん、そう、初音さん、いや、みんなミドチンの声が聞きたいんだって。今あれ歌ってよ、ん、気づいてください。絵描きをしております。油絵、いや、アクリル画です。アクリルで今回そのヌーボーさんと、あと笠原みどりさんのプレゼントのイベントだったので、みどりさんをイメージして描きました。これでもよく特徴掴んでますね。はい、みどりさん目がすごく可愛らしいので、ちょっと垂れ目をすごい練習して、みどりさんっぽくてちょっと可愛らしい。もうまとまったその絵が今回ヌーボーさんの企画でチャリティーで集まれば、それをまた個展とか展示にして、またチャリティーとしてそういう展示ができたらいいなと思っていて、可愛いみどりさんを描いてみました。これからも頑張ってください。ヌーボーセンターに来てもらおうか。チェロが、あ、オッケーオッケー、そのオーライ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 、ナイスト。ケーブル引っ張ってる。癒し、はい、いいね。え、ヌーボーさ、今日どうだったから、まあちょっと感想をまゆちゃんに通訳してもらおうかな。教えて。ふんふん。この日のことは一生忘れないよ、ありがとうって言ってます。え、なになになに、みどりちゃん大好きとも言ってます。だっこだ、だっこしてます。いいね、この感じ、この感覚、いいでしょ、食いしん坊だからね、ヌーボー、ね、お姉ちゃん、ね、そうなんだよ。そう、じゃあそんなヌーボーと私から、うん、最後に皆様にプレゼントがありますので、やってー、出ていく人からかな。あの辺で私とヌーボーが控えているので、うん、ね、プレゼントを受け取って帰ってくださいね、ヌーボー。じゃ、ヌーボーにお腹なら触っていいよ。すごいね、まゆちゃん可愛かったね。あー、ヌーボー大使の、そう、今日もね、メール来たんだ。ほんと好きですね。そう、もうね、友達を作るためにやってるみたいなものかな。はい、そしてまたね、うん、3月9日にあるんですよね、うん、そうだった、それ、あー、出てる、はい、出てる出てる、そうそうそう、赤坂ブリッツで3月9日金曜日にまたチャリティーライブを行います。デイジーストリッパーさん、牧野ゆいちゃん、はぁはぁ、ひゃひゃ、どうしよう、私も出ます、多分、あ、出る、あ、出るって言ってた言ってた、皆様ぜひぜひお越しください。カノンちゃんも出るよ、ヌーボーも出るよ。ひな祭り聞いた、あ、そうだね、でもバレンタインの後すぐひな祭りのね、ひなあられコーナーになってた。嘘、さっきホワイトデーになってたよ。あ、本当に、成城石見た、成城石近くにないのもうね、あれね、でもひび割れたりしてさ、でもそもそもひな人形好きじゃないんだよね、ちょっと怖いね、ちょっとどころじゃない、トイレ一人で行けないよね、あんなの飾ってあったらね。子供向きの顔じゃなくない？もっとプルキアみたいなのでさ、うん、こうひな人形作ればさ、
子供だって一人でトイレ行けるよ。確かに。え、キティちゃんのがある。そう、最近いろんなのある。人間じゃないじゃん、もう人形じゃないよ恐ろしいわ。そうね、何の日な人形あったら欲しい。なめこ、なめこ、もうすぐなめこにする。あのね、アニメのキャラクターのがあったら嬉しい。いいね。うん、私の好きなキャラクターばっかりの。でもさ、ね、誰をさ、うん、お代理様にして、誰をひな様にして、誰をこのなんか太鼓叩く人にするかとか、それはちょっといろいろ揉めるよ。悩むね。でも自分のでいいならさ、フルコースで作るよね。自分で、うん、オーダーメイド。うん、違う、あれトリコ風に言ったの、自分の好きな。あ、フルコース。よし、これいいのかけてるよ。いいね。うん、もうちょっと髪生やしてあげよう、お代理様。若いからなんで若い設定なの。え、だってさ、昔のさ結婚って超早いじゃん。そうだね。そうだから若いの。嫁はね14歳。いろいろ怖いからやめてもらっていいかうんうん。なんで2人ともさ不機嫌そうな感じなの。平安美人。多分ね、小1ぐらいから痩せ始めちゃってみんなががっかりしてたみんな私に餌付けするの大好きだったから。皆さんできましたよ。できた。あ、なるほどね、増えたのね。じゃあどうぞ。おー完成してるでしょいつだって一緒だよ、なめこ。あ、このおひななめこ超かわいい。はい、番組の感想、あ、次回の公開の予定は3月16日金曜日夜9時から。観覧希望者の方は番組ホームページ8時から観覧希望の方は番組ホームページからチケットをご購入ください。はい、ということです。で、なんか、あ、そう、9日にイベントがあるのと、なんかあったよね。あ、あれはまだか。私まだちゃんと返事してないし、いっか。じゃあ詳しくはブログで。はい、皆さんブログを見てください。はい、はい、この後会場の方とアフタートークしたいと思います。はい、ということで皆さん来月もお楽しみに。楽しみに。バイバイ。